皆さんこんにちは、ムツと申します。10月26と27日に繁殖牝馬のセールっていうのがありました。この動画ではですね、この高額落札される繁殖牝馬っていうのはどういった馬なのか、そして私的にね気になった落札馬たちっていうのも紹介していきたいと思います。まずはその最高額をね叩き出した JS 繁殖馬セールの方ですね。もう最初から落札額順で並べております。まあ、もう馬名見てね凄さ感じるかなと思うんですけど、この1位のパイネっていう馬はですね、お母さんミスアンコールで父ディープインパクト、なんとですねあのダービー馬ワグネリアンの全兄弟ということになります。もちろん金子さんの名義で、厩舎も国枝さん、まあ、血統馬らしくね当然期待されていて、現役時ね一生クラスでもうほんと勝つ寸前までは行ったんですけれども、勝利自体はなかったと。まあ、最後でもね4歳という若い年齢であったように、まあ、もしかしたらね怪我があったのか、もしくは単純に、まあ、金子さんの頭数的に言ってもちょっとここで手放すかという形になったのか、まあこのままね無事なら現役でももしかしたら上のクラスでもやれる力っていうのは大いにあった血統背景はありますよね。お母さんのミスアンコールはもちろん、おばあちゃんブロードアピールですからね、驚異の末足でね重賞を勝ちまくって、その力っていうのは産駒そして孫の代までしっかりと伝わっていて、 JRA の勝ち馬っていうのがねかなりの数おりますからね。まあサンデーと金亀がね一応入ってはいるので、配合はね考える必要あるかもしれませんけど、まあその潜在能力とかそしてロマンっていう意味ではね凄まじい一頭なのは間違いないですね。すごいのが他にねサートルナリアとかモーリス、ナダルといった世代の高額勝馬たちをもうすでにね付けられている馬たちよりも2600万以上高いと、まあ、つまり本当に血統馬体ロマンのみでのこの評価っていうことですよね。普通に考えたらもう単位付け料払わなくていい他の馬たちっていうのがやっぱり多くなってきますからね、高くなる馬っていうのは。で購入したのがグランド牧場さんということでね、これノーザンファーム繁殖セールの方でも出てくる名前なんですけれども、ちょっとですね、まあ、今でも実績のある牧場さんですけれど、さらに伸びてくる気配っていうのがありますね。ダートの印象が強いかもしれませんが、ちょっとこの調子なら芝でも大舞台狙っていけるんじゃないかっていう購入の意図を感じましたよね。そして2位のねスプリングサンダーは逆にグランド牧場さんが出した側の馬ですね。まあサートルナーリアという高額勝馬つけられているかつ新勝馬っていうこともあってね、その期待もプラスされて3080万円、血統背景もね鈴鹿マンボ G1 馬の兄弟で、父は黒船、配合すれば母父黒船っていうね今最も熱いと言っても過言じゃない産駒が生まれますしね、まあ現役時代5勝挙げた馬っていう時点でもねやっぱり評価されますよね。現時点での産駒っていうのは、まあ、重賞とかはね勝ってる馬は出てはいませんが、スカーフェイスなんかはね3勝挙げていて、もう重賞にもね出走するくらいの能力のある馬ですんで、まあ正直ね、まあ、出るのがもったいないのかなとも思っちゃいますけれども、まあここもねグランド牧場さんの攻めた一手っていうところなんでしょうね。でここからはね無調セレクションということで、ちょっと2頭見ていただきたいんですけど、今回はこの後お見せするノーザンファーム繁殖牝馬セールが行われている中、その1日後のねこのセリーになんとまさかのノーザンファームが参入していたんですよね。である程度の高額でね2頭購入しております。まあもうあれだけのね繁殖牝馬質量ともにすごい牧場さんがあえてここで購入するっていうのは、もう明らかに血統背景を評価しているものだと私は思いますよね。現役時代の成績で言ったら、まあもうノーザンファームにいる馬たちだけで文句がなさすぎるわけですから、何かしらその血統という点に意図があるんじゃないかなと私は見ております。ということでね、まずはこのテームソレイユ見ていただきたいんですけど、本馬はですね現役時代5949万円というね、まあ当然なんですけれどもしっかりと走っている馬ですね。結構ノーザンファームさんは最低でも3勝っていうのをね、まあ、キャロットとかのアワーブラッドでも意識してるっていうのは間違いなくありますよね。でその距離っていうのがノーザンさんが押す芝中長距離なのかって言われると違くてですね、ダートの1007や1008で走っていた馬になります。ということでもちろん、まあ、3勝っていうところは評価したと思うんですけど、この舞台自体はねそこまで重視したわけではなくて、やっぱりこの血統なんですよね。父がヘニーヒューズっていうことで、
母乳がね今熱いストームキャット系の馬になってくると、ヘニーヒューズはですね馬角もね非常に見栄えのする牝馬っていうのもたくさん生まれてて実際に走ってまして、繁殖としてもかなり成功するのではないかと言われておりますね。まあストームキャット系のね外国商馬もだいぶ入ってきてますけど、それは産駒のねダートでの活躍はもちろんのこと、やっぱその後繁殖入りした後にサンデー系とか金亀系をつけて相性がいいっていうのが評価されているところもあると思いますね。で本馬はそこだけじゃなくて、このお母さんの父にシンボリックレセスが入ってくると、もうここはですね社大ストリオンブックでも推してるのかなって思うくらい、ボリクリが母乳として成功していますっていうことが結構強調されていて、あーボリクリ推しなんだっていうのは思いましたよね。でサンデーももちろん入っているに越したことはなくて、それがね、まあ、ある程度遠いところにあると最適だと。でこの馬ここにありますので、サンクはですね、まあ、4代目にサンデーが来るっていうことになると、ということで3代目にサンデーの来る商売って結構いるじゃないですか。そういった馬とつけると 3×4 のクロスが、まあ、出来上がるということになりますね。もうこれはね血統表だけ見たら成功する要素しかないのかなって思っちゃいますよね。ストームキャットも入っていて、ボリクリも入っていて、サンデーのいいクロスも入っていてとなればね、やっぱりノーザンさんは先ほどのね金亀サンデーがどっちも入っちゃっている血統だとあんまり買ってこないのかなとは思ってますね。もうという馬が揃ってると思うので、そしてもう一頭がグラッブユアコートという馬になりますね。なんと社大ファームの生産馬をノーザンファームが購入するというね、ちょっと関係性が気になってしまう馬ですけれども、本馬も例に漏れずしっかりと4勝を挙げた馬になりますね。やっぱ実績もある程度ないとねっていうところではありますね。で先ほど同様ね活躍の馬はダートだったんですよね。まあスピードと勝馬にこういうダートのパワー系繁殖をつけるっていうのが、まあ、今はトレンドですよね。それがアメリカの馬か日本の馬かっていうだけで、父がゴールドアルールということになりますね。まあ、お母さんのグラブユアハートを地方のね重賞いくつも勝った馬で、ここも評価された点でしょうね。まあ、ただ他に目立つ重賞ジワン馬っていうのはそこまで多いわけではなくて、具体的な意図っていうのはちょっとわからないんですが、まあ、一応ディプティミニスターがねフレンチディプティ出していて、そこが母系に入るとかなり成功してはいるので、そういったところもあるんでしょうかね。一応もう本馬はね初号弥生っていう馬が生まれていて、セレクトセールで660万円という価格がついてるみたいですね。第2子の20年産はですね現時点では情報なしということで、まあ、セリア40口の募集馬にも入っていないと。第1子もねあんまり高額じゃなかったあたり、そして繁殖セールに出たっていうことを考えると、まあ馬格的なところとかで何かしら小さかったりするのかなっていう感じしなくもないですけどね。まあそう考えるとやっぱりこの血統表に何かしらの凄みがあるのかなとは思いましたね。まあただ母乳ゴールドアリュールはそこまでね重視しない印象だったんで、ここにはニューイヤーズデイとかドレフォンみたいなアメリカ系のダート系つけていくのかなとはなんとなく予想しますね。ちなみに我らが岡田スタトさんはねミスパイロっていうゴールドドリームをねつけている繁殖買ってますね。やっぱレックスのね勝馬つけられてる馬をっていう意思もねあったような気しますよね。では次にノーザンファーム繁殖セール見ていきたいと思います。こちらもですね1位は先ほどと同様、最近まで走っていたまだ配合されてない未教養馬ですね。まあ実はこのエトワールっていう馬ね、前の動画で私も推してたんですけれども、まさかのねダントツの最高額になりましたね。さらっと現役時代を振り返っておくと、芝のね 2000m で2勝を挙げた馬、ほんとつい最近までね3着とかに入る馬でしたんで、まあ何かしらあったんでしょうね。まあただあれだけ高額になったのはやっぱり母系の力大きいと思いますね。バレークイーンから続くグレース・アドマイア、グローリアス・デイズと近藤さんの門外2つの決闘馬ということになりますね。ビクトリー、リンカーン、アリストテレス、アドミラブル、重賞 G1 全て近藤さんが持っていた馬でね、まあ貴重っていうところも高額になった理由の一つでしょうね。ただ単純に血統の良さっていうのもあって、母乳ハンビンジャーっていうことになるんですけど、まあヨカヨカとかもそうでしたけど、母乳系にデンヒルが入っている血統が最近かなり熱くて、ぜひ注目してほしいですね。
で先ほど同様ボリックリとかサンデーが入っていると、もうこの名前入っていたら何百万円か上がるレベルで大きいですよね。まあとはいえ先ほどの日高の5000万超えと差がついた理由としては、まあ多分近いところに重賞馬とかがいなかったっていうところかなと。グレースアドマイアにしても曽祖母ですからね。ただ JRA で3勝2勝そもそも兄弟挙げていて、でジェラシーなんかリスベットを勝ってオークスでも4着ですからね。 JRA で勝つっていう時点で本当にすごいことですからね。ノーザンファームが当たり前のようにあれだけブラックタイプの馬が多いのはやっぱある意味普通のことではないので、まあ評価されるのは当然かなって個人的には思いますよね。そして2位とね8位に先ほど注目といったグランド牧場さんが入ってきてるんですよね。でこれですね、どちらも母父ダイオメジャー、そしてつけてる賞はもうレイデオロブリックス&モルタルっていうことで、まあそのグランド牧場さんが得意としているダートのね血統馬とかではないんですよね。つけてる相手を見ても明らかに芝の大舞台狙ってるのかなとも思わせる気しますよね。まあつまりですね、これからはダートでブランドを築きつつあるグランド牧場さんがどんどんね芝にもより一層注力していくんじゃないかっていう私の予想がありますね。まずマンハイム、お母さんマンデラということで G1 馬ワールドプレミアや重賞馬ワールドエースベルトライゼンドといった馬たちの兄弟になりますね。もうまんま芝の中長距離で熱い走りを見せている馬たちですよね。まあここにねヘニーヒューズとかつける可能性はまあ、なくはないのかなと思いますけれども、やっぱ芝の大舞台目指したいですよね、これをボケがあったら。そしてもう一頭のシンシアズブレスはビーチザクラウンやクラウンプリンセスといったねリスデッド重賞を勝った馬たちの兄弟、芝の実績馬ばかりですよね。一応先ほどと共通点としてはお母さんの血統自体は外国のものっていうことですよね。でどちらもサンデー系なんで金亀系自体はねまあまあ幅広く作られるかなと。そういうことはまさかこうたる前とかでやっぱりダート極めていくのかとも思えなくはないですけど、いや、 やっぱり芝だと思うんですよね、つけるのは。まあとりあえずね、今は完全にダートの勝ち蔵が多いグランド牧場さんですけど、今後はもしかしたらっていう展望もね、まあ期待していいんじゃないかなと思う展開なのかなと思いました。でその牧場っていう意味ではね、先ほどのエトワール買ったのがあの名門シンボリ牧場さんなんですよね。これもオールドファンを中心になかなか熱い展開ですよね。まあ先ほども出てきたねボリクリーやシンボリルドルフを生産所有していたね名門牧場さん、最近聞く機会もちょっと減った印象があるかもしれませんが、勢いっていうのはね取り戻しつつ実はあります。これ生産馬なんですけど、今年の勝率1割1分1厘っていう数値はですね車台系にも負けないぐらいの高率ですね。まあ頭数少ないんで一概には言えないんですけれども、まだまだこれから伸びてくる気配っていうのは大いにあると思いますので、まあ復権っていう言い方はね失礼かもしれませんけれども期待しましょう。まあ種付け量とかを考えたらね、もうすでに付けられている馬の方が評価高いのかなと思いましたけれども、まあ確かにそれはあるんですけど、未教養のね馬なんかがこれだけ高額なところに来ていたりとね、やっぱ未知なところに惹かれる生産者の方っていうのは多くいるんだなっていうのは思いましたよね。もう今からね仮想配合ツールを使ってね熱いシミュレーションっていうのが行われているところなんではないでしょうか。まあ私はゲーム内でしかねできないんですけれども、実際にねこういうの触れてみたいなとかね、ちょっとこういうセール見てると思いますよね。ここからね生産された馬たちっていうのが飛躍する日をね楽しみにしたいと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。